はい、今ねどこにいるかっていうとね、ペルーのマチュピチュです。マチュピチュの、村、昔は別の名前だったんだけど、温泉があるところで温泉のなんか名前が付けられてたんだけど、マチュピチュが有名になってマチュピチュ村という名前になってるんだけど、そこでこのペルーレール、自分が来たのはインカレールで、また帰るクスコに戻る時もインカレールなんだけど、ペルーレールです。こっちが多分もうちょっと豪華なんだな、インカレールね。で、ペルーレールはまた逆にそのクスコからプーノまで利用するんで楽しみだ。こんな感じで駅が向こうなんだけど、ここで止まって横に乗る感じで、ちょうどこのまあ小さい村ですけど、この周囲にこういうお店があって、なかなかちょっと面白いです。で、もちろん線路の時はね、歩く時じゃないし、だけど法律はどうなってわかんないんだけど、真ん中は大丈夫です。真ん中はこれ歩く歩道になってるんで、だけど。列車が来るときはちょっと避けた方がいいかなって感じがします。危ないから。なんでまあ写真撮るのであれば、まあ、列車の上、現地の法律がどうなってるかわからないんだけど、列車の上、この線路の上じゃなくて、ここのところ立ってやっていいかなって感じがします。今、こういう感じで、これからピッと行って、いい感じです。で、まあこういう感じでね、見てて。まあ、乗務員がいて、乗務員がチェックします。で、その後、乗り込んでね、出発する感じなんだけど、いつ頃なのかな、出発するのはね。で、この周辺に宿とかね、あと飲食店があります。なので、まあ、こういう感じで見ていて、さっきそこのレストランで食事したんだけど、こういう感じです。アルマス広場っていう中心の広場がそっち側にあるんだけど、左側にね。で、あと川があるんで、まあ、この辺り結構あの観光地化されてるんでね、なんかあまりにも観光地化されていて嫌だっていう人もいるかもしれないんだけど、逆に観光地化されてるおかげで治安はいいんですよね。だから危険なクスコとかリマで感じるちょっと危険な感じをするところもあったんで、そういったところはまあ歩いていた感じはしないかなって感じがします。何よりもいいのはね、この山です。山ね、断崖絶壁ということで、見てください。これこんなのに四方に囲まれているわけです。だからこの山のこの急勾配の山、それを見てということで、マチュピチュっていうのは遺跡に関しては日帰りで行く人多いと思うんだけど、ぜひともここは皆さんね、日帰りではなくて、泊まっていただきたいな感じがします。泊まってこの小さい村です、ね、観光地、確かに観光地に垂れてるんだけど、すごくいい感じです。だから列車でここに来て1泊2泊、いやできれば3泊してほしいかな、まあ土地に1泊1日行くじゃないですか。その後ね、村、まあ、1日あれば回れるんだけど、まあゆっくりしたい人はね、この景色がたまんないんですよ。まあしばらくちょっとゆっくりされていただく感じがしますね。はい、このテルレール、ガーもしかインカレールでここまで来ることに、ぜひ来ていただきたいな。バスでも来ることもできるみたいな。だけどやっぱり俺は鉄道の方がいいかなと思います。